京都鴨川。そのすぐそばに立つのが京都精華学園。116年もの歴史を持つ学校です。5年前女子校から男女共学になり、それに伴って誕生したのが創部3年目の硬式野球部。過去2年とも夏の大会は初戦敗退。この夏悲願の初勝利に向け練習に打ち込んでいます。最後の大会に向けひときわ熱い思いを抱いているのが3年生の原田光輝くん。アンダースローのピッチャーです。でも原田くんは3年間一度も公式戦に出場したことがありません。まだまだ自分は実力が足りてないんだなっていう部分もありましたし、原田くんには最後の夏どうしても試合で投げる姿を見せたい人がいます。女手一つで育ててくれた母親の美穂さんです。喧嘩ではないけど、どんなお子さんなんですか？優しい。ちょっと今鼻がゆくゆくするけど結構何でも手伝ってくれるし。そんな優しい性格の原田くんですが、実は耳に障害があります。3歳の時に風邪からの細菌性の髄膜炎になって、で聞こえなくなった。髄膜炎の後遺症で耳が聞こえなくなってしまった原田くん。人工内耳と呼ばれる器具をつけて日常生活を送っています。中学の時には転換を発症、意識障害や痙攣などの発作が起こるようになりました。中学校はもうほぼ月に1回発作を起こすというか、その毎日起こしたりとかしてたんで、今でも1日2回発作を抑えるための薬を飲み続けています。何度となく倒れ、何度となく救急車で運ばれみたいな病気と戦いながら大好きな野球を続けてきた原田くん。高校でも京都精華野球部の一期生として甲子園を目指し練習に励んできました。しかし3年生になった今年4月、練習に参加せずグラウンド脇に立っている原田くんがいました。転換を抑える薬の副作用で走ることさえもできなくなってしまったのです。大事な時期に1ヶ月近く野球のできない日々。正直落ち込みました。親の前ではそういった姿は見せてないんですけど、やっぱり一人でいる時にはやっぱり悔しいっていうか、どうしたらいいんやろうなっていう気持ちになりましたし、再び病に苦しめられる姿にお母さんは、もうその時もしょうがないしか言えんくて、何を作られてる？これは朝の向こう行って食べるオムライス。毎朝5時に起きてお弁当を作るお母さん。ちょっと今日の卵がちっちゃかった。練習に励む息子のためにたくさんのお弁当を準備します。おはようございます。おはよう。
ってらっしゃい。こんなんですけど。原田くんを送り出した後、お母さんも仕事へ。毎日工場で部品のチェックをする仕事をしながら原田くんを支え続けます。バナナとか、これは自家製のサラダチキンです。美味しい。美味しいです。大好き。おにぎりとか練習の間におにぎりとか食べてます。量がすごいね。あ、すごいです。毎日やってくれてるので、こんだけ体も大きくしてもらったらもうお母さんのおかげなんで。薬の副作用が収まってからは課題のコントロールを磨くためひたすら投げ込みを続けます。最後、まっすぐ。ほらい。全ては試合で投げる姿をお母さんに見せるために。夏の大会まで2週間を切ったこの日、夏の大会のメンバーをね、発表する心して、自覚と責任感を持って受け取りに来い。背番号がもらえるのは部員51人中20人。1番、辻。はい。18番、進藤。はい。おはようございます。19番、原田。はい。おはようございます。20番、原田くん。はい。最後の夏に背番号をもらいました。結構してます。正直何番でもいいので早く言ってほしかったです。おはようございます。いいっすか。はい。そうです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。なかった時どうしようと、いつ渡してもらえるのか分からなかったんで、もう毎日がこう伺いながら。高校野球最後の夏で背番号をもらえて、プレーで恩返しすることが一番恩を返すものだと思っているので、応援お願いします。みんなで力を合わせて楽しんでください。甲子園へ、最後の夏が始まりました。お母さんも応援に駆けつけます。朝ごはん食べれへんかった。昨日から1時間おきぐらいずっと目覚めてて寝れへんくって、京都聖火、夏の初勝利をかけた一戦。お母さんもスタンドから見守ります。
君はベンチスタート。2回先発の辻君が押し出しのデッドボールで先制点を許すと、原田君はブルペンへ。登板に備え準備を始めます。3回2本のタイムリーで逆転に成功します。その後4点を加え流れに乗る京都聖火。6回裏選手の応援をお知らせします。高校3年間で初めて立つ公式戦のマウンド。その初球、2ストライクと追い込み、4球目公式戦初めてのバッターを空振り三振に抑えます。続く2人目、センターの奥村君がファインプレー、原田君のピッチングを後押しします。支え続けてくれたお母さんへ。見事3人で抑えた原田君、お母さんが見つめる前で堂々としたピッチングを見せました。6点リードで迎えた9回あと1人、京都聖火創部3年目でついに夏の初勝利を手にしました。泣いてもうた怖くて見れませんでしたこれは泣くとは思います。びっくり、私もびっくり自分のやるべきことを出し切ったので見せれたと思います。一回り大きくなった原田君の姿にお母さんは、もう私にとっては最高の息子ですよ、はい